そしてビビランも練習中のキッズバイク。キッズバイクは自転車を助言なしで乗れる3歳から小学6年生のお友達が乗れるよ。ツーリングバイクは小学3年生から乗ることができるよ。3歳から小学2年生のお友達でもキッズバイクをうまく乗りこなすことができていれば乗れるんだ。キッズバイクでしっかり練習したらツーリングバイクに挑戦だ。こちらは大人の方も乗れるので親子でツーリングも楽しめます。さあ、キッズバイクに挑戦したい君も、ツーリングバイクでビュンビュン走る君も、みんな思いっきり楽しもう。まずは怪我をしないように身につけるアイテムの服装を説明しよう。まず最初は膝パッド。次に肘パッド。これは転んだ時に怪我をしないようにつけるんだ。ゴムバンドをしっかりと巻き込んでマジックテープで留めよう。そして手袋。右手が青色で進む、左手が赤で止まる。信号と同じだね。インナーキャップをつけてからヘルメットをかぶろう。ヘルメットは転んだ時に頭を守ってくれるんだ。顎のベルトはカチッという音がするようにしっかり留めよう。スイングバイクを前に28キロワーター緑色のコートを履いてみてください。君は靴下を履いているかな。サンライトは見えないので、スタッフの人がパスを出してくれるよ。安全な服装と装備を正しくつけて楽しんでね。さあ、お待ちかね、バイクの基本操作を説明しよう。まず、ハンドルを握ろう。右手はアクセル。これを自分の横に回すと、バイクが前に進むよ。アクセルを少し回すと、ゆっくり走れて、一回回すと、速く走れるよ。止まるときは、右